こんにちは、アリキンチャンネルです。今回ですね、トミカのゴーゴービックスのレッツとブルーンを紹介します。はい、アリキントミカのゴーゴービックスシリーズを集めてます。今回は3代目ですね。一応、はい、パオとミミが、はい、紹介しました。はい、今回はレッツです。おー、はい、じゃじゃーん、レッツとブルーンです。はい、レッツはレーサーパンダですね。ブルーンはスポーツカーです。おお、赤いスポーツカーです。かっこいい。フェラーリかな。おお、はい、今回は、はい、トミカ55ビックスシリーズの1番目ですね。ラインナップの01です。おお、はい、後ろの姿のレッツです。はい、55ビックスの紹介ですね。困っている人たちを助けるために今日もビックスを活動すつど仲間と一緒にヘルプヘゴーゴーいいですね。これ見ると、はい、レッツとミミとパオですね。おー、はい、これで揃ってます。その 3台が、はい、後ろは、はい、注意事項です。おー、ベトナム製ですね。おー、アリキンビッカメラで買いました。はい、ではじゃあ開けましょう。早速開けます。じゃじゃーん、はい、じゃあ取り出しますね。はい、じゃーん、トミカのゴーゴービックスのレッツとブルーンです。かわいい。はい、レッツはレサパンダです。ブルーンはスポーツカーです。スポーツカーだけど、これ透けてるからパトカーみたい。おー、でもウィングはちゃんとついてるので、おー、スポーツカーですね。かわいい。おー、はい、ブルーンです。じゃあブルーンと、はい、レッツの、はい、紹介文を見ましょう。はい、じゃじゃーん、まずレッツですね。おー、レッツゴー。どんなヘルプでも喜んで、はい、明るくて元気なレーサーパンダです。木登りが得意の赤いリンゴが大好きです。はい、特技は木登りと編み物。おお、かわいいですね。はい、レッツが乗ってるブルーンです。おお、エンジン全開、いつでもどこでも駆けつけるよって速さが自慢です。お、元気いっぱいのスポーツカーです。お、好奇心が強くて、とても負けず嫌いです。はい、特技はかけっこです。いいですね。お、本当によくできてる、はい、ミニカーです。かわいい。お、裏はこうなってます。はい、トミカ、おー、とか書いてますね。ベトナム製で書いてます。はい、で、これで、はい、今回は揃ってますですね。おー、レッツとミミと、おー、パオです。おー、3台、いいですね。ゴーゴー、ツッとする。はい、おー、かわいいパト、スポーツカーとかわいいレザーパンダです。ちゃんと、おー、中まで再現されてますね。綺麗、塗装も造形も綺麗です。はい、ということで、では、で今からチャンネル、探偵文で展示します。はい、トミカのゴーゴービックルスのレッツとブルーンです。おー、かわいい。レザーパンダとスポーツカーです。おー、いいですね。では今からプチジラマで展示します。はい、プチジラマです。おー、今ゴーゴービックスの皆さんが出場中です。
おー、レッツ、ミミとパオが、おー、元気よく出場してます。いいですね、かわいい。以上です。アルチンちゃんでした。今回はトミカのゴーゴービークスのレッツとブルーノを紹介しました。はい、じゃじゃーん。おー、とても可愛い、レーザーパンダとスポーツカーですね。あー、はい、ゴーゴービークスの、はい、紹介ですね。はい、この3台、3人が、3匹の、はい、ドブスたちと3台の車たちですね。はい、今回は。ブルン、あ、レッツとブルンです。はい、じゃじゃーん。おー、かわいい。ブルン、レッツはかわいいです。ブルンもかわいい。おー、いいですね。しっかりウィングがついてます。おー、スポーツカーです。はい、レーサーパンダ。おー、2人とも元気いっぱいの、おー、午後に、あ、ヘルプに、あ、喜んで出動する。おー、かわいい。はい、ベトナム製のミニカーですね。はい、とてもよくできてます。造形も塗装も綺麗です。はい、熱はかわいい。はい、ということで、ではチャンネル登録お願いします。またね、バイバイ。